1977年の上、幌かな駅と周囲約500メートル範囲。上が、締まりない方面。中央十字路の右上踏切手前に、松粒ほどの待合室。その横、線路との間にかすかに短いホームが確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上幌かな駅は、 北海道宇流群幌加内町ざ城幌加内にかつて存在した北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃線に伴い1995年9月4日に廃駅となった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在し分岐器を持たない防線駅となっていた。 仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎はなかったが、ホーム中央部分に小さい待合所を有していた。ホームは板張りであった。簡易委託駅として乗車券の販売が行われていた時期もあった。当駅が所在した地名、地上幌か内より、幌か内の集落の北の端に位置した。2010年時点では、ホームの一部とホーム部分の線路、 駅名標の枠のみが残されていた。2011年時点でも同様であった。ホームには停車場接近標識も移設されており、記念広場のようになっていた。上幌かない仮乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。